セオドア・ロング、セオドア・ロング、ティードー、ロバート・ルーファス・ロング、1947年9月15日台、は、アメリカ合衆国のプロレス関係者、アラバマ州バーミングハム出身のアフリカ系アメリカ人、テディ・ロング、テディ・ロングの名義でも知られる、リフェリーやマネージャーを経て、長らく w WE のスマックダウンにてストーリー上の GM や、シニアアドバイザーを務めた。 ジム・バーネットが主催していた NWA のジョージアチャンピオンシップレスリングにおいてトミー・リッチやアブドーラ・ラザ・ブッチャーの付き人としてプロレス業界でのキャリをスタートする。1985年にジム・クロケット・プロモーションズのスタッフとなり、1987年にレフェリーとしてデビュー。テディ・ロングの名で NWA から WCW 時代にかけて、 悪役レフェリーやヒールのマネージャーとして活躍した。1999年に WWF、現、WWE に移籍し、2002年までは、レフェリーとして活動。その後 RAW に移籍し、黒人の T 向上運動家のギミックで、D ・ロ、ブラウン、ロドニー・マックなどの黒人選手のマネージャーを務める。以降、クリストファー・ノインスキー、マーク・ヘンリーなど、 ヒールレスラーのマネージャーを歴任した。その後、マークジンドラックのマネージャーとして、スマックダウンへ移籍。2004年にカートアングルに変わって、同番組のゼネラルマネージャーとなる。なお、同団体の GM とは、ストーリー上での役割であり、団体の運営そのものには関わらない。当初は、ヒールとして、職権を乱用するかに思われていたが、突如、ベビーフェイスに転身し、 良識ある GM として番組の規律を守ることに努めた。2007年はクリスタルとの恋愛ストーリーが展開され、スマックダウンにて結婚式を行うまでに至った式はお約束的なはちゃめちゃなものとなり、自身は心臓発作で倒れるというアングルで長期離脱。復帰してからは自身の代わりに GM に就任したビッキー・ゲレロの補佐役を渋ぶ,ぶ引き受けていた。 ビッキー・ゲレロが、スマックダウンの正式、完全な GM に就任してからは ECW へ、移籍、新ゼネラルマネージャーに就任した。ECW では、新人発掘に力を注ぐ GM として、エヴァン・ボーン、リッキー・オルティズ、ジャック・スワガーラをデビューさせる。その後、スマックダウンと RAW、代行の GM を兼務していたビッキー・ゲレロが正式に、RAW の GM に就任したことで、 2009年4月からスマックダウンの GM に復帰した ECW の GM はシスタントだったティファニーが引き継いだ。しかし6月に久々にスマックダウンに登場した会長のビンス・マクマーホンによりアングル上で仮採用に格下げされてしまう。同年9月のブレイキングポイントでの CM パンクとジ・アンダーテイカーの世界ヘビー級王座戦で テイカーの必殺技を禁止し、王座ダッシュを阻止したことにより一時的にブーイングを浴び、10月のブラッキングライツでの RAW との対抗戦では、チーム RAW 所属のビッグショーに、チームを裏切ったら、世界ヘビー級王座第一挑戦権を与えると、打診するなど、スマックダウンの名誉のためなら、手段を選ばない一面も見せた。その後は、ベビーフェイスよりの GM に戻り、 償ぐいとしてのチェアーマッチでは、バティスタのテイカーへのローブローを、反抗意とし、テイカーの勝利をアシストした。2012年4月のレッスルマニア X5 において、RAW 臨時 GM のジョン・ローリネーティストの、GM の座をかけた試合に敗れ、スマックダウンの GM 職を解かれることとなった。同年8月からは新しく、スマックダウンの GM に就任したブッカーティーから、シニーアドバイザー。 日本語字幕では上級顧問に任命される。権力に取り入ろうとするイブトーレスにはめられそうになるなど立場が危うかった。もののイブが免職された後、自らが GM にとって変わろうとする言動が増えていき、ブッカーとも衝突寸前まで行ったが、ブッカーが負傷欠場から戻った回のスマックダウンにて、ビッキー・ゲレロが新 GM として選ばれたことで、権力の座から外れてしまう。 その後は、出演機会も減り、2014年6月、WWE の公式サイトにて対談することが発表された。2016年6月6日、オクラホマシティでの RAW にて、WWE に復帰。2017年2月、WWE 殿堂に迎えられることが発表された。3月31日に、フロリダ州オーランドのアムウェイセンターで行われ、 電動入り式典では、APA のロン・シモンズとジョン・レイ・フィールドがインダクターを、務めた。ほらほらほら、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 やあ、フィール・ミー、やあ、フィール・ミー、ユー・キャン・ビリー・ o u レイヤー、ユー・キャン・ビリー・ブ・ザ・ト・プレ y e ー、など、アフロアメリカン式のアクセントを好んで使用していた。GM を務めていた際は、衝突する選手たちへの解決策として、タッグマッチを決定することが多く、 2対2から5対5まで様々なタック戦を実現させていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。